日本関東地方東京都江戸川区、北勝西北勝西は東京都江戸川区の町名。現行行政地名は北勝西1丁目から北勝西5丁目。郵便番号は134-0081東京都江戸川区南部、葛西地域の北西に位置する。面積は1.6855平方キロメートルで区内で9番目に大きな町である。 地区の西辺を荒川が南北に流れて江戸川区、江東区境を隠し、江戸川区中心部とは新川で隔てられている。隣接する地域は北は船堀2.7丁目及び行北町、東は中華西1丁目、南は西華西1.3、4丁目、西は中川及び荒川を挟んで対岸は江東区となる。北勝西は 区内で12番目に人口が多い町であり、8540世帯19437人が在住している。町域内は、完成な住宅市街地が大半を占め、比較的整備された町並みが広がる。人口密度は、ばらつきがあり、東京都住宅供給公社の浮きた第一、住宅などがある四丁目は、区内で第六位である。 しかし1から3丁目は低いので、全体としては、区内48丁中36位となっている。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、北勝西2の27の22の地点で30万8千円、平方メートルとなっている。1596年に、宇田川忠氏によって開発された、浮田の一部である。現禄時代に、 東浮田村と分かれて西浮田村になり、明治時代には近隣の村々と合併して火災村になった。昭和時代に江戸川区が誕生すると浮田町となったが、1978年以降の住居表示の実施により、南船堀町と共に北勝西として再編された。しかし一部は地名変更を拒否して浮田町のまま残ったため、 現在の町の形は大型になっている。昔の村の中心地は、新川や、その分流である北川沿いにあったようである。分流は戦後、次第に埋め立てられたが、現在でも、分流と並走していた防火や場通りは、昔の集落の面影を残している。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。北か西の町域内に鉄道駅は存在しない。しかし隣接する船堀、西火災、中火災にそれぞれ一駅が所在するため、地域住民の鉄道交通機関の利用に困難は少ないようである。以下、最寄り駅を記述する。 北勝西には429の事業所があり、5012人が働いている。近隣の西火災や東勝西と比べると小規模だが、事業所数は48兆中24位、従業者数は17位で、区内としては平均的なビジネス街である。事業所あたりの従業員数は、区内の平均を上回っており、中規模な事業所が多いようである。業種は、 卸売業、小売業、運輸業、製造業、建設業、宿泊業、飲食サービス業が多いようである。また、区の平均と比較すると運輸業と複合サービス業の比率が高く、金融業と情報通信業が低いようである。学術研究の従業者は、区内最多で区内の約2割を占めている。大半が一丁目に集中しており、 第一三協は RD のバーレ株式会社に勤務しているようである。AB 町長名別世帯と人口年齢別人口報告。江戸川区。2017年12月13日閲覧。AB 郵便番号。日本郵便。2017年12月13日閲覧。市外局番の一覧。総務省。 2017年12月13日閲覧。ABC 江戸川区。統計江戸川区土地、人口、気象。2012年7月7日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査、中央図書館所蔵地図一覧。2010年12月26日閲覧。歴史的農業環境閲覧システム。2008年12月7日閲覧。 町長名別通学指定校一覧。江戸川区。2017年12月13日閲覧。江戸川区立小学校。学校選択制のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。江戸川区立中学校。学校選択制及び学校公開のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。江戸川区。 統計度が湧く産業。2012年7月16日閲覧。第一三協 RD ノバーれ株式会社。2012年7月18日閲覧。ありがとうございます。